さあどうもこんにちは、モータージャーナリストの小宮坂です。今日のイーカーライフ動画はですね、こちらになります。ドーンと、はい、 BMW の、はい、この顔でわかります？結構最近顔が似通ってきましたので、はい、こちら3シリーズになります。このグリルから1本もつながった形で、この精悍な顔つき、もうほんと3シリーズですね。でこれはノーマル、あ、M スポ。そう。このグリルの形状になってるのは、もう M スポですね。はい。へぇ、かっこいいグリルシャッター、今閉まってますね。はい。目つきも、鋭い。おぉ、これ、レーザーライト、はい。もう500メーター先でも明るく照らすっていう、はい。ちょっとレーザーライトなので、レーザーポインターの集合体みたいなイメージしてもらうといいかもしれないですけど、人間への加害性、目への加害性もあるので、高速領域でしか使わないですけども、速度領域が高い領域でしかスイッチは入らないですけども。さあ、タイヤ。ああ、その前にですよ。なんで3シリーズかって、トゥーリングボディです。トゥーリングボディ。はい。さあ、新しく追加されましたね。ツーリングボディが今回の、はい、目玉です。今までなかったので、初乗りです。今日、ツーリングボディが出ました。まあ、今は、もうはっきり言ってしまうと、SUV にどんどん押されてはいますけれども、荷物を積んでアクティブにライフスタイルをって考えたら、ものすごく魅力的な車であることは変わりないです。この色かっこいいな。アウディにもこの色結構ありますけれども、タイヤサイズは、はい。225-4518 M スポーツ。先ほどお伝えした通りですけれども、こういうグリル形状になっていると、これもう M スポーツですね。ちょっともう精悍な顔つきですよね。はい。ほら。まあ、このあたりは3シリーズと一緒なので、ずーっと3シリーズと一緒。このあたりからもう3シリーズのセダンとは違います。はい。もうデザインが全く違いますね。リアセクションがあります。リアタイヤは2554018。一番気になるだろう。はい。後ろのスタイルは、こんな感じ。はい。ドン。はい。まあ、存在感はありますよね。やっぱりこの立体的なテールライト造形がいいですよ。はい。320D です、今回は。はい。で、320D は X ドライブ。まあ、このあたりは試乗したフィーリングをどんどん後ほどお伝えしていきます。さあ。ドン。あ、その前にちょっと待って。ちみ待って。はい、戻って。はい。結構早いのがいいですよ。この電動式って、ちょっと遅いとイラッとするときあるので、せっかちな方はもう自分で引っ張ろうとしちゃうので、この早いのいいですよね、まずは。ほら。なんかすぐ反応してくれて開いてくれるのがいいです。ちょっと閉めます。で、その前に、もう3シリーズ、5シリーズもそうですけど、ツーリング。はい、ここが開きます。ペコッ。これ結構楽ですよ。後ろが狭いところとかで、上のハッチだけ開けて、で、はい、これはもう角度変えれば勝手に上に跳ね上がります。で、荷物が出し入れができます。お、パソコンが、僕のパソコンが、はい。あれでもういいカーライフがどんどん編集されております。これとても便利。ちなみに、はい、後ろ開けると、こんな感じ。さあ、そして、ちょっとトノカバーは、まあ、ひねれば上に上がりますけれども、ちょっと今は邪魔なので、ちょっと、はい、片しちゃいましょう。はい、奥に収納です。はい。で、ここ広いですよね。これホイールハウスですよ。リアの。だからホイールハウスから後ろがガバッと開いてるの。これはいいですよね。たくさん荷物詰めそうですよ。形状がいいですよ。こっちもほら、右左両方開いてるんですよ。これ、すごい評価ポイント高いですね。で、この、網網はどう使うかというと、今のをここに網をガチャンと差し込んであげると、そこをベースにしてこっから網をかけれるんですよ。で、上側のちょっと分かりますかね、狭いよいしょ、この天井をパカッと蓋をここで開けると、ここに差し込み穴があって、ここに差し込むと、あの網をここに固定できるんですよ。なので
まあ、ペットの犬であるとか後ろに、まあ、乗せた時とか、あとは、結構荷物を後ろにガバッと積んで上側がもう溢れていてブレーキ踏んだら前の席に、荷物が飛びそうとか、そういうのを防ぐための網です。ちなみに今乗ってすごく賢くて、これ例えば今回電動です。はい、両方倒します。電動で、電動で倒すじゃないですか。で、その時にここにはめれるんですよ。ガポッガポって。だ、さっきのこのガチャンってはめて、こっから網をギューって縦に伸ばして、こっちのヒンジの、はい、穴にはめるんですよ。だ、ここにはめてあげると、ここに全面網を設けられるんですよ。なので、とってもとっても広い空間での、全席に荷物が飛ばない安全ネットが設けられるっていうのが BMW の、はい、ツーリングボディの使い勝手。よいしょ、すっごい姿勢で、いや、はっ、いや、よいしょ、はい。で、さあ、ご興味持たれてた方、なぜかと、ちょっと、はい、ここに僕のパソコンがあります。なんででしょう。はい、問題です。当たりますかね。これちょっと床開けますね。なんかちょっと風変わりですよね。これちょっと重たいんですよ。で、これ固定するためにここに、はい、これ立ててあげるとロックできます。はい、床下収納です、これ一つので。この床下収納のこれ裏見るとなんかついてますよね。これちょっと重たいんですよ、このボード。で、この裏についてるこれ何かっていうと、例えば奥に荷物積む時ってこれ滑らしたいじゃないですか。だから、このアルミだと思いますけど、その上をシャー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 軽く滑りますよね。もう指一本ですよ、指一本で簡単に動きます。しかし、こんな状態って走行中もう荷物ガタガタしちゃうじゃないですか。ツーリングとかワゴンボディ乗り慣れてる方は、荷物が後ろで動いて嫌だとかっていう方も多いと思います。そこでですよ、これドアを閉めると、このゴムの部分がこれ風船みたいになってて、プクって膨らんで2ミリぐらいこれ膨らむんですよ。で、結果的にゴムの部分で走行中は、支える形になるので、あの、補助として、なので滑り止めになるんですよ。そう、それがすごいですよね。ちょっとやってみます。今じゃあちょっと閉めますよ。これ閉めるとすぐ反応しちゃうので急ぎます。さあ、スタート。閉めると同時にリアから、はい、今これ動きますよね、動きますよね。だんだん空気がほらもう動かなくなった。わかります、これですよ。だから、リアドアが閉まったら、ここ風船みたいに膨らんで動かなくなると。これいいですね。これ僕欲しいですよ。だから、これで全然動かない。本当動かない。へえ、すごいな。っていうのが今回のギミックで言うと、まあトピックかなと。ギミックで言うとトピック。なんだそれ。はい。まあでも広いですよね。まずはフラットに。まあフラットといってもちょっと角度はついてますけど、はい、フラットにはなります。さあ。で、今まで同様、ちょっと重たいな。6対4分割で、でも真ん中のシートだけ倒すこともでき、はい、パソコンを走行中とかでもこういう荷物を取り出すこともできます。はい、こんな感じ。この辺りは変わらないですね。はい、で、後方視界の邪魔になるので普段は畳んでおきましょう。ボタンを押してしまう。あれしまえません。あ、しまえた。で、もちろん今電動で後ろから荷物開け閉めします。あの、このシートを倒しましたけど、ここでもできます。うわ、すごい勢いで倒れようとした。はい、リターンスプリングが強いんですよ、この中にある。なので、ものすごい勢いでシート倒れようとします。はい、じゃあ座ってみます。さあ、後ろはもうセダン同様に結構高級感あります。はい、で、サンルーフ開けると開放的な空がドーン。いやー、気持ちいいですね、やっぱり。はい、
すごい開放感。もうやっぱ鉱石乗るんであれば、もうサンルーフは、このスカイルーフ系はもう必須ですよね。とっても気持ちいい空が。はい。エアコン吹き出し口あります。エアコン調整あります。USB-C ですね。と 12V 電源です。さあ、センタートンネルはちょっと大きめですけど、まあ、剛性確保には絶対的にいいですよね。はい。なので、真ん中座る方は、これをまたいであげて、座るという形になるかと思います。なので、女性はちょっと、きついですよね。もちろん、まあ、そんな、まあ、いいんです。そこらあたりは。はい。もう、皆さんで工夫しながら乗ってください。5人乗りは。はい。ドリンクホルダーです。はい。で、こういうところいいですよね。なんで遠い方でやるんだ。ここだから携帯電話とかも置けるので、ここをやっぱ筒抜けのスポンって落ちる形のレクサスは、ここを受けを作った方が埃とか掃除は大変になりますけど、僕はいいかと思いますけどね。はい。でスピーカーもあって、はい、スピーカーハマーカードもついてますね。はい。お、膝元広いじゃないですか。はい。ほら。で足元は、お、足元、つま先の先なんかちょっと当たりますね。なので、ガバッとは入らないですね。まあでもこれだけ広さあったら十分かと。しかし、ちょっと気になるのを見つけましたよ。あのシートが意外と立ってます、これ。まあ疲れにくいって言ったら疲れにくいかもしれないですけど、でもちょっとシート立ってますかね。ヘッドクリアランスは十分。高さも十分。まあこれいつも通り。いやー。シートが立ってます。少しセンターに寄せられてます。やっぱいつものここの張り出しがもわっとした、この膨らみが大きいので、その分体がセンター側に寄せられるようなイメージ、なのでイメージっていうかそのまんまや、センターにちょっと寄せられるので、前のシートの後ろじゃないんですよ。ちょっとセンターがこのぐらいです。僕の今目線のセンターが普通に座ってると、なのでちょっとずれてるので自然と前が見えやすいのは、これ魅力的ですね。まあでもこれでだから3人座るって、センターシートも座るって言うと、結構センターの人はニューンなんてなっちゃうのかななんて思います。ちょっとこのシートバックが立ってるのは、鉱石を頻繁に使うっていう目的で買う方であれば、ちょっと確認した方がいいかとは思います。運転席は、はい、セダンとツーリングの違い、まずはこのドア上げた時の絵が違う。ワゴンじゃないや、セダンじゃなくてちゃんとツーリングボディになってましたね。はい。あとは実は一緒です。なのでもうこのあたりは3シリーズの動画を見て、再生回数を僕のをぜひとも伸ばしてください。お願いします。うん、もう一緒なんです、全部。はい、一緒です。あとは違うのは乗り味だけですので、はい。細かい、このあたりの細かいところ、人工知能型のボイスコントロールとか、そのあたりも全部セダンの時にやってますので、はい、そのセダンの動画をぜひとも、見てください。そうすると僕にとっては嬉しいことが起きますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、これから走っていきたいと思います。3シリーズ、ディーゼルです。4輪駆動です。